こんにちは、バーバです。今日はこのドレスの作り方をご紹介します。簡単にできるとても可愛らしいドレスです。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚です。まず白の面を上に置いて、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけていきます。色の面を上に置いて、今度はこのように3等分の幅に折っていきます。ぴったり3等分の幅に折っておくのが最後きれいに仕上げるコツです。このように3等分の幅を見積もって、まず片側を3分の1このように折ります。そしてこの縁を外側の縁に合わせて折り返します。ここでぴったり3等分の幅に折れていると、この外側の縁と縁がぴったり合って、その時にこの今折った折り目が中心の折り筋にぴったり合うように折ることができます。次はここの右側の縁を左側の縁に合わせております。そして左に来た縁を右の縁に合わせて折り返します。ここに横に折り筋が1本入っていますが、この折り筋から下をこのように広げて折っていきます。上の部分は全く動かないように押さえておいて、下の折り筋から下の部分をまずこの下のこの角を持つようにして横にこのように開いていきます。ちょうどこの中心のところからこの折り筋の角までがこのように折れるように広がっていきます。そして今この真ん中の部分が持ち上がった状態ですが、上の部分はこのように動かさないでおいて、今折った部分をこのように折った時にこの浮いた部分をつまむように折って、そしてそのここにできた折り目がこの横の折り筋にぴったり合うようにこのような角度で平らに折ってください。こちらも同じように折ります。まず上の部分は動かないようにして、下の角をつまむように真横に広げて、ちょうどこの中心から下の角を結ぶ線で折って、この浮いてきた部分はこの横の折り筋に合うようにこのように折りたたんでおきます。上の縁を下に折り下げます。このように折り下げてきて、この時の
折り下げる幅がこの幅の3分の1折り下げて、折り下げた時にこの折り下げた幅とこの中心からここの幅が同じ幅になるように折ってください。そしてこの横から指を入れるようにして真ん中をこのように広げて、ここに三角形ができるようにこのように折ってください。こちらも同じようにこの部分に指を入れるようにして広げてこのように折ります。裏返します。ここにある横の折り筋で上の部分を下に折り下げます。次はここの間、この下の隙間に指を入れるようにして上にこのように広げていってこのような感じに広げております。こちらも同じようにこの三角形部分の下に指を入れるようにして広げてこのように折っていきます。次はこの横の折り筋で上の部分を一度下にこのように折って、この折り目から上の部分、少し上の部分でさらに上に折り返します。ちょうどここに斜めのこの色の部分がありますが、この色の部分の下の角ぐらいの位置でこのように上に折り返してください。次は今折った部分のこの角をこのように上に折り上げます。角をこのように折り上げて、次はこの折った角のこの下の角と上のこの角を結ぶ線でこの横の部分を内側に折っていきます。このように横の縁を内側に折り込んで、そうすると自然とさっき折ったこの角の部分がこのように三角形に広げて折ることができます。こちらも同じようにこの三角形の下の角とこの左側の角を結ぶこの斜めの線で外側の縁を内側に折ります。そしてここは自然に三角形に広がるように折ってください。次はこの角と右のこの角、ここを結ぶ線で右側の縁を内側に折ります。このように折ってドレスの裾のラインを出していきます。左側も同じようにこの角と左下のこの角を結ぶ線で左側の縁を内側に折ります。
裏返して表を出します。この部分、この三角形の尖った部分をこのように一度立ち上げて、そしてこの間に指を入れるようにして中を開いて、そのままこのように広げております。こちらも同じように折っていきます。一度上に立ち上げて中に指を入れるように広げて、このように折ります。はい、これでドレスの完成です。簡単に折れる、とても可愛らしいドレスです。このように無地の折り紙で折るだけでもとても可愛らしい仕上がりですし、同じ折り方でも柄の折り紙を使うことでさらに可愛らしい仕上がりになってきます。そして最初に見本でお見せしたのは、このように光沢のある折り紙で折っていて、そしてこの裾の部分は100均で普通に売っているこのようなレースのテープを裾に貼って、それから折り始めています。この胸元には同じく100均で売っていたデコレーション用のシールを貼ってみました。このようにアレンジすることでさらに可愛らしい素敵なドレスに仕上がります。皆さんもぜひいろいろな工夫をして可愛らしいドレス仕上げてみてください。